そしてね、頑張らない。はい。一番頑張らなあかんの俺やるもんね。お願いします。全然友達増えない。ないですか。42。まあ何選手かって俺も。まあまあどうも、あの頑張って広めていきましょう。はい。行きましょう。まあ、この辺でいいかな。そうですね。はい。はい、というわけでございまして、今日は四国に住みます芸人3件集まっての高尾トーク配信でした。どうもありがとうございました。ひじは音なって。今ですね、4件揃っております。今もうあのこっちでは、はい、あの普通の YNN が始まってます。せっかくやったら、じゃあこれも映ってるの？もうね、こっちも今じゃあ今俺一回切ったね。はい、僕今切ったところなんですよ。一回切った。で今再生したばっかりです。はい、そして再生。も再生した。ということで、はい、再生した。はい、今日は8月5日の5日ですね。日曜日の配信です。はい。はい、YNN あ俺ちょっと待って。バラスタートが。しないですね。ということで、改めまして、ただいま、丸亀町に来ております。忙しいのにやってまいりました。はい、始まりました。YNN のこっちゃんねる。あー、どうも、始まりましたね。どうも。やる気満々、元気満々、頑張っていきます。俺、全部のカメラに映ってる。俺のに映ってる。あ、映ってる。俺のお前しか今撮ってない。独占状態でございます。というわけでございましてね、今日は、香川県のここは、丸亀町の商店街というところにやってまいりました。はい、まああの、まあ、営業タクシーだった、ね、タクシーそうなんで、ね、ちょっとびっくりしましたね。ここだって言ってたらタクシーの日。そうそう、それも初めて知りました。そして、吉本も創業100周年ということで、まあ、コラボということで我々もこうやってですね、イベントに参加いただきました、はい。ちょっと向こうがいいですか。行きましょうかね。ちょっといろいろないろいろね、やっぱりお店が多いから、ね。ねはい、今やっぱあの店になってからお客がそうですね顔に見られたんでね、うん、みんなはもう別に今夜のからやけど俺はもうここで住んでるからそうあれが興味本位なのか、はい、マジでどなろうとただあのどなってもうたら美味しかったなってちょっと思ったのちょっとあれやってこれ見せて、はいはい、ああそうですそうです、はい、そうねあのそういうあのこういうカラーコーンに、うん、そう無料でペイントができたりするイベントがあるね、はい、そうなんですよでキャンパスの清水が今週のやつこれ西浦です浦これは西浦です西浦西浦はいもうね今日がタクシーの日ということで、はいはい、タクシーのゆるキャラ考えてきました、うん、はいその名もセクシータクシーずい全員でズーム。セクシー。おう西浦セクシー。おうセクシー。あのなんか発展しそうにね。まあでもあの僕も考えたよちゃんと。僕も考えたんです。あのせっかくあの香川県に来たということで、はいはいはい、まああのサヌキうどんのねゆるキャラを作りました。はい。サヌキうどんちゃんで。あサヌキうどんちゃんで。サヌキうどんちゃんで。はいここ卵なって。そうなんです。ちゃんとかまたまにしました。はい。でこれを書いたのが満月だ。どうも柳瀬隆です。怒られるわ。まあまあでもねあのこれね、はい、書いて、ねはい、子供たちが可愛いって言ってくれるな。お母様方がシュール。シュール。シュールすぎるんだ、ね。いやすごいな。まあいろいろあるからね。そうですね。高松来たのに、ね、どれぐらいぶりかな。あの四国の祭りの時。ああはい。ああ僕ら。行ってないですね。うん、あのお前ら仕事でこれ、はい、で、俺カジ君これ来てるか、あのカジ君に会えるかなと思ったら会われへんかったね。あ、そう、うん、あの僕は一日前だったね。はい、そう。ポストさんとカジさんで。香川愛媛がセットで。あ、ネットワーク偉いな。そうだ。じゃあ俺今日 Wi-Fi も来てない。ああ。まあまあでも香川愛媛とほんで徳島高知がセットで、はい、なんでやな徳島のキャンバスボーイ行けへんいなかったっすね僕ほら気になったんですよただあの4次元ナイフを山本さんがもう4次元ナイフではないですそうですあいつがまたさ、はい、あの見事に滑り倒してくるんで俺の前で俺の前で思いっきりあのなんかあのまあなんか声かけてくるおばちゃんとかがおったから、はいはい、あのまあやりにくかったとは思うねんけど現在言うとかいなはいやらせていただいて色やね全員がお互いがお互いを通す取り合うエンジン組んでるってもうたぶんね僕はなんかそのうちのねメディア社員の方から山本さんと
はい、あるんでしょ。いえ、知らん知らん知らん。そんなことないやろ。はい。いやいや、なんか。クズですよ。誰がそんな入ってくるの。俺びっくりしてさ、はい、ここで喋ってみたらさ、クズやったもん。いやいや、まあまあでもね、楽しかった。ほんで僕はなんか骨付き鳥食べさせてもらって、なんかここ商店街が管轄が違うから、あ、来るかもしれないから。やばいマジだね。あ、なんかまずかったね。なるほど。ちょっと管轄外になるんですね。はい。ちょうど場所があれらしいですよ。それはやばいね。これはまず。マジがやってたらどこでもいいやろ。マジはどこの商店街でもいいやろ。そうですね。ちょっとあの鏡もあの人に言ってくれ。いや、だから今、お前の意見としてよ。俺の意見としてよ。じゃあ、ちょ、あっち側かい？こっち側やったらいいと思う。っていうことなんでしょうかね。ほんで、あ、もうあそこも水滴だから皆さんを呼び込もう。そうですね、ちょうど。あ、でもね、今お昼時やからね、なかなか。今1時前ですね。うん、確かに食事に入られる方多いですね。ね、まあでもちょっと呼び込もう。ここはいいってこと？ここは大丈夫。いいか、ストップって書いてるで、ここ。いやいや、これ車両。イメージが悪くなるんで、ちょっとそれ今 NG で思う。すいません。ごめんなさい。じゃあちょっとすいません。はい、またはい、行きますよ。はい、3人。これは満開の寸前ですね。あ、ちょっと、あれです、ごめんなさい。カットカットカット。いやいや、ちょっと、あれか。寸前とか、ね、満開でもないです。荒井セクシートーク。ちょっとあれ、セクシートークしてる。今ね、荒井散歩。荒井散歩ロケやってる。あ、なるほど。まあ、ちょっと、植物になんか喋りかけるっていうのはあるんで。じゃあちょっとテイク3、カメラマンのモノマネ、テイク3、はい、テイク3。はい、お願いします。はい、お願いします。これからの先具合に期待できますね。あらら、いいじゃん、今の。そのまま行きましょう。そのまま行きましょう。まあまあ、でかいんだけど。ちなみに、徳島県のエリア社員のライフです。これ、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 夏っぽいんです。この絵ください。すぐです。じゃあこっから動かへんもん。これこういう感じです。うわー、決まるな。絵置いてるな。絵になるな。あ、なめ、下からいた。なめるかのようにじゃん。そこは CM ない。え、これよく静電気とかバチ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 やって。それインカメラやめて、こっちにしよう。いや、いいですよ。行きましょうか、歩きましょうか。行きましょう、歩きましょう。じゃあ行きましょう。声かけた方がいいですか。あ、ちょっとまあ、もしよかったら。こんなことないぞ。まあ、そのお仕事もありますしね、荒井さんもね。ついでにそれで。荒井くん、3カメってあんまりないぞ、普通。すごいな、3つで狙ってるよ。ロケ3カメないさ、あんまり。あの子たちどうですか、若い子。声かけてみたら。いや、でもこれ一応、これはこんな。言葉なんでお願いしたら。だから、カジさん、ちょっと。向こうでは松永さんもね、アンケートやっております。読売テレビさん関西のテレビの工作を、うん、でそこで特番があって、であの
徳島やないのこれお前。徳島なんてお前。佐賀は持ってきやがる。大丈夫です。大丈夫。あの、大丈夫。こう今度、まあ、こういう皆さんが出会って、でこのイメージ調査っていう、これをよかったら書いてくれないか。始める？はい。徳島って書いてるけどもうこれ佐賀はと思う。いい。もう一応前後ろあってもう簡単なイメージで全然イメージだけで、あともう一枚ですね、もう一枚あるよねこれ、あの裏にある、はい、あ、お願いしてもよろしいかい、ごめんね、申し訳ない、で僕らこれなんか変なことやってるけど、僕らも芸人で、あの、はい、その住みます芸人って言って、そうなんです、はい、地元に住んで芸人やってるもんで、はい、彼らの勝利に関わってる、はじくんしますか？困った感じになってる。知ってる？はい。そして僕はあのご存知高知県に住んでるんで。いやご存知。いやそんな知ってる。ご存知かなって思って。知らんわ。僕らが案の定徳島県に住んでる。知らん。案の定っていう言葉。今案の定は間違いない。書いて。申し訳ない。お二人はどこから来られたのか、まあ、あの先ながらでいいので、はい、お前これは香川どちらから来られたの、いや、なんでやろ香川の、いやいや、お前が待ってしまったこれは香川の、なあもうこれ回ってるからな、あかんねん、もうだから、やらせになっちゃうからやらせになっちゃうから、もうこれ香川の、いや、ダメや、ダメや、もう回ってるから荒井くん、どう、ま、回ってるから回ってます、回ってる、いやだからこれ徳島のアンケートで使おうとしてる、でもこれ香川、え香川の子やんね、香川の子やんね、高松から来られた17歳、あほら高松やから香川の子やから、これは香川の人のアンケートやから、それを徳島の一票として使ったらよくわからんくなるやん、まあまあ、まあ、兄さんいいじゃないですか、いいじゃないですか、俺ら徳島サイドだから彼の味方してあげたい、やらせんなって、確かにな、ただ一つ言うとくけど高知県で会話の外に入困ったねまあまあいいや、これはじゃあ俺がもう、でもまあ要はこれは僕ら関係ないですから、まあまあでもね公平に判断すると、まあ、あれ以降は間違ってるよ、だから後からね、紙あげるから、徳島県の1枚あげたら、なんか書いてある、いや、だから、あかんで、どうも、あかん、あかん、ちゃんとそれはもう、あの、今度、カジさんが徳島来られたときに、うん、もう呼ぶ気なしで行かれたんだけど、いや、もうこれ、香川、香川、いや、もうだってもう、これ、ほんま、ユーストリーム残っちゃってるから、残っちゃってるね、で、これ、もしさ、はい、その特番の時にさ、はい、香川の一票みたいなのが、もしかしたら徳島の一票になってるかもしれないわけやんか、そりゃそれやらせやんってなるやん、最近やっぱテレビでやらせっていうの問題すごいあるからさ、はいはいはい、敏感やからじゃどう思うんだって、そのさだからちゃんと返してくれてんのが嘘になっちゃうから戦うよな、どうする、それでもお前はこの一票をどっちで使うの、ただじゃあ分かりました、どうしたら僕にいい考えができました。多数決を取りましょう。あ、多数決を取りましょう。この世を徳島に票をするか、うん、それでも香川の票にするか、そうそう多数決を取りましょう。やるやる、じゃ あ, あのまず香川の票にしようと思う方。はい。じゃあ徳島の票にしたいって方。うん、いや、せこいわ、おそんな、お前ら3票入ったらおかしいやろ。どうやっても負けるやろ。仕組まれたレースやった。いや、俺も書いてる本人に聞いてみる。ああ、そうや。さあ、これ徳島って書いてあるけどね、香川の子やんか、したらいいという人は手挙げてください、こうやって、はい、なるほど、はい、こんな感じでこんな感じで、次、あ、そうそう、3人ね、3人、3人、じゃあ徳島がいい、いいけど、じゃあ高知がいい人、はい、高知、高知ないね、どっちみち負けてるし、はい、しかも負けてるから絶対勝ち目ない、徳島来てくれ、松永さ、荒井がすごい大事なビラで、すごいね、大事なビラで、ショートコントがいっぱい始まってきたで、コントが集団コントや、
集団コントが始まったよ。ステーツはこれ。いやいや、どこがそんな細かいチェック入らない。いや、ちょっと本当にやめていただきたい。マジでお前あかんぞ、お前わかんぞ、お前ちゃうや、ほう、お前松永さんの言うこと聞かないやろ、お前なあ私は香川断られたのに断られた時間ないですけど今この頃お前ちょほなもうキャンバスボールに来たけど、はい、お前らは、はい、新井君の言うことか松永さんの言うことかどっち聞く？いやそれはまあまあ僕は新井君ですね。新井君優秀だ。新井君です。あそう、はい、じゃあお前ら二人はもう俺の敵や。なんでどうやったらそうなんだあのどんな感情入れないの彼女に。ていうかもう全然相手してくれないもう違うところに行こうとしてるんですけど僕らもアンケート取ってますもん、いつも駅前で。あと偉いね。そうなんですよ、大変なんですよこれ。あ、すみません、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ご協力ありがとうございました。徳島県を代表してありがとうございます。いやいや、香川の協力者いやいやいや、じゃあ、じゃあもらいます。はい、あ、ごめんね、はい、新井くん。新井くん、はい、はい、すごい目の前。これよかったら、あのパソコン、僕らですね、今ね、あのカカオトークっていうちょっと、はい、ちょっとあのアプリやってて、友達を増やすということやってて、高知県から来たら、カカオに友達いないんですよ。ぜひ友達になっていただきたいなと。これよかったら、これがそのすみます芸人という名刺にもなってるんで、よかったらお願いします。こちらどうぞ。これを機にぜひとも知ってください、キャンプ。こんな芸人おったでっていう。ごめんなさい、ありがとうございます。ありがとうございます。コントに誓っていただいてありがとうございます。もうこのショートコントやめへんか。何攻められてるの？ここまだ25です。すみませんね、25です。25か。何年目やねん、この世界入って。2年目です。じゃあもう年も芸歴も俺より後輩やろ。なあ、俺31歳の13年目や、はい、なあ、それが言うてんのになんで言うこと聞かへんの。すみません。43歳の21年目はどうしたらいいの。もう大先輩おんねんから、お前どうしたらいい。それでも黙っときましょう。大先輩おんねんから黙っときましょう。黙っといた方がいいな、はい、かった。じゃあ2人で言い合いしてくれ。おかしいやろこんな。ていうかさ、ずっとこうやってやってるけど、はい、そろそろ腹減らへん。ていうか、まあ、お前もう次の出番まであと1時間やで。ああ、やばいやばい、ね、やばいな。ご飯どうしよう。いや、言われたら腹減ってきた。ということで、まあ、この辺でじゃあ、はい、一応配信を終わらせてもらおう。そうですね、はい、ということで一旦20分やりましたよということで、はい、そうですね、はい、ということで、まあ、あの、まあ、新井君、まあ、梶君の問題は、まあ、楽屋でね。わかりました、ちゃんと仕上げますんで。仕上げる仕上げる締めて、最後締めて。新井、新井君、じゃあ最後締めてください。以上、カカオトークでした。違う違う、カカオトークもう終わっとんねん、カカオトークは。ワイエネヌコーチ、もうこれ切り替えてんねん。ワイエネヌ4ならコーチ、ワイエネヌ香川、ワイエネヌ徳島でした。ちゃんとちゃんと1個ずつ締めていくの。1個ずつ、俺さえ。以上、ワイエネヌコーチでした。ありがとうございました。はい、そして以上、ワイエネヌ徳島でした。ありがとうございました。以上、ワイネヌ香川でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。新井くんの尋常じゃないほどの発言。楽しかったですね。はい、ではまた夜お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。いや、映ってるよ。映ってるよ。俺も映ったよ。ギリ、はい、ギリギリのところまで映したろうね。素の顔が見えるあたりまで。うまい。そうや。じゃあ僕も2人見ていただいてましたね。ありがとうございます。まだ夜ね、残りの分配信したいなと思いますんで、また見てください。いや別に